欧州評議会、欧州評議会、欧州評議会は1949年に設立されたヨーロッパの統合に取り組む国際機関。欧州評議会は法定基準、人権、民主主義の発展、法の支配、文化的協力について特に重点を置いている。欧州評議会は47の国が加盟しており、それらの国の人口を合計するとおよそ8億人に上る。 欧州評議会は共通の政策、拘束力のある法令、加盟国数が27しかない欧州連合とは異なる組織である。ただし両者は旗など共通のシンボルを使用している。欧州評議会の法定上の機関は、加盟国の外省で構成される閣僚委員会、各国議会の議員で構成される事務局の長である、事務総長である。 また欧州評議会内で独立した機関として人権委員が設置されており、加盟国における人権への意識と尊重を促進することを使命としている。欧州評議会において最も知られている組織体は人権と基本的自由の保護のための条約、欧州人権条約を適用する欧州人権裁判所とヨーロッパでの医薬品の品質水準を定める。 欧州薬局法委員会である。欧州評議会は、基準、検証、条約を定めることで、ヨーロッパ諸国の間での協力を構築して、統合を進めるという機能を果たしてきた。欧州評議会は、フランスのストラスブールに設置されており、英語とフランス語を公用語としている。閣僚委員会、議員会議、地方自治体会議では、作業言語として、ドイツ語、 イタリア語ロシア語、語ロシがが使用されることがある。ことあ1945年、第二次世界大戦の終結を迎えたヨーロッパは、未曾有の荒廃に苛まれ、人々は戦争の爪痕に苦しんでいた。一方で、政治は新たな課題、特に諸国民の間における和解という課題に直面しいた。このような状況の中で、共通の機関を創設するという、長らく構想されていた。 ヨーロッパの統合という考え方が日の目を見ることとなった。1946年9月19日、中立ヒ大学において、ウィンストン・チャーチルは演説の中で、ヨーロッパが衆国の樹立と欧州評議会の創設を唱えた。すでにチャーチルは、1943年に、ラジオ演説で国民に欧州評議会の創設を訴えていた。1948年5月、 デンハーグに自由主義陣営から政府、市民の代表者など700人が集まり、チャーチルの司会でハーグ欧州会議が催された。主な決定事項として、1欧州議会の即刻召集、2国家主権を土台とする欧州経済再建の試みはすべて成功しないことを強調した欧州経済の統合に関する決議などがある。1について、 この大会の常治本部は1948年8月にブルッセル条約加盟国へ欧州議会の創設を勧告した。この大会では欧州評議会のあり方についても議論されたが、この時議論の中で二つの考え方が対立した。一つは政府の代表者が集まる旧来型の国際機関とするもので、もう一つは議員らによる政治フォーラムとするというものであった。 結局双方の考え方が取り入れられ、欧州評議会規定において、閣僚委員会と議員会議を設置することが決まった。このような政府の代表と議会の代表による機関を設置するというやり方は後に、欧州諸共同体、北、大西洋条約機構、欧州安全保障協力機構でも取り入れられていった。1949年5月5日に、ロンドン条約、 欧州評議会規定が署名されたことで欧州評議会の創設が決定された。ロンドン条約にはベルギー、デンマーク、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、イギリスの10カ国が署名した。その後多くの国がこの10カ国に続き、特に1990年代初頭には民主化した中東欧諸国が加盟していった。 2007年までに欧州評議会にはベラルーシ、カザフスタン、コソボ、バチカンを除くすべてのヨーロッパ国が加盟している。欧州評議会規定の第1条では次のように歌われている。日本語化薬欧,欧州評議会の目標は共通の財産であり、かつ経済的、社会的進歩をもたらす理念や原則を守り、実現するという目的のために、 加盟国の間でのより強固な統合を達成すること、出る。従って、欧州評議会の加盟資格は、ヨーロッパの統合を目指し、法の支配の原則を受け入れ、民主主義、基本的人権、自由を保障することができ、またその意志がある全てのヨーロッパの国与えられている。欧州連合の加盟国が、欧州連合の法の下で、国の立法や政策執行に関する権限を、 欧州議会や欧州委員会に異常しているのに、対して欧州評議会の加盟国は主権を維持しつつ、協約などの国際法を通じて、責任を果たし、共通の価値や政治決定に基づいて協力している。欧州連合では初期間が第二次法である法令を定めているのに対して、欧州評議会では、このような協約や決定を加盟国が協力して展開している。欧州連合、 欧州評議会はヨーロッパの統合に向けてそれぞれを中心とする同心援上に活動を展開しているが欧州評議会は欧州連合よりも地理的に広い範囲で活動している。他方で欧州連合は地理的には欧州評議会よりも狭い範囲であるが加盟国の権限を欧州連合に移しているということからより工事での統合を進めている。 国際法体系の一部として、欧州評議会の諸協約は非加盟国でも署名できるようになっており、ヨーロッパ域外の諸国との同等な協力を促している。欧州評議会における最も大きな成果は、欧州人権条約であり、議員会議の報告を受けて1950年に採択された。この欧州人権条約によって、ストラスブールに、 欧州人権裁判所が設置された。欧州人権裁判所は欧州人権条約を遵守しているかを判断しており、そのため人権や基本的自由についてヨーロッパにおける最高位の裁判所として活動している。ヨーロッパの市民がある加盟国によって自らの基本権を侵害されていると考えた場合に、その訴えを提起するのがこの欧州人権裁判所である。 欧州評議会の広範な活動と成果の一部には以下のようなものが挙げられる。欧州評議会には以下のような機関がある。欧州評議会には部分協定と呼ばれる半ば独立した組織がある。欧州評議会はフランスのストラスブールに置かれている。最初の会合は1949年にストラスブール大学の広場で開かれたが、その後、 独自の建物に移転した。欧州評議会の主要な建物8棟は、ストラスブール北西部の和館、ロベルソー、オランジェリー地区に広がる、ウロペアン地区にあり、欧州議会の4棟の建物やアルテ本社、国際人権研究所などもある。1949年に、欧州評議会の移転先として強用されたのがメゾン、ドゥルロップであったが、1977年にメゾンド ルロップが解体されると、パレドルロップに移された。2007年に、パレドルロップの供用が一時的に停止されるが、2008年に、新総合庁舎であるアゴラが開館した。パレドルロップと、欧州市長格研究所が入るアール・ヌーボーのビラ、ユッツェンベルガーは、オランジェリ地区に、欧州人権裁判所、欧州医薬品品質部門とアゴラは、ロベルソー地区にある。また、欧州青年センターは、 ワッカン地区にある。欧州評議会の機関の中には、ストラスブール市外、あるいは、フランス国外に拠点を置いているものがある。欧州評議会開発銀行は、パリに、南北センターは、リスボンに、欧州現代語センターは、グラー,アーツにそれぞれ置かれている。また、欧州青年センターは、ストラスブール以外にも、ブダペストにも置かれている。さらに2009年2月には、 ノルウェー政府と共同で運営する文化館隊は人権、民主主義的市民性についての教育を目的とした欧州ベルゲランドセンターがオスロに開設された。またアルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルセゴビナ、グルジア、モルドバ、モンテネグロ、セルビア、ウクライナには事務所がアルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルガリア、チェコ、エストニア、 グルジア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、マケドニア旧ユーゴスラビア、ウクライナに連絡事務所を、トルコに計画事務所がそれぞれ設置されている。これらの事務所はすべて欧州評議会の組織であり、刑事面積などの外交特権を有する法人格を持っている。欧州評議会は青字に、 金色の星12個からなる円管を描いた旗を欧州旗として作成し、1955年から公式にシンボルとしている。また1972年からはルートビヒバンベートーベンの公共曲9番最終楽章にある歓喜の歌を欧州の歌としている。設立15周年を迎えた1964年5月5日。 欧州評議会は5月5日という日付をヨーロッパデーと定めた。欧州旗の著作権を保有しつつも欧州評議会は欧州旗をヨーロッパを象徴するものとして私的、公的を問わず使用していくことを推奨している。1980年代に同じ旗をシンボルと定めた欧州連合や他のヨーロッパの地域機関との区別をつけるために欧州評議会では 欧州バタの中央部に大きく E の文字を書き入れたものを欧州評議会のロゴして使用している。1949年5月5日、欧州評議会はイギリス、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、アイルランドとによって設立された。その3ヶ月後にはギリシャとトルコが翌年には アイスランドと西ドイツが加盟した。2007年5月11日にモンテネグロが加盟したことで47の国が欧州評議会に加盟していることになった。欧州評議会規定の第4条では加盟資格についてヨーロッパの国であることが謳われている。この第4条は当初から地理的にヨーロッパである地域を有する国を含むものと解釈されてきた。 そのためカザフスタン、バチカン、人権問題を抱えるベラルーシと既存の加盟国が独立を承認していないコソボを除くすべてのヨーロッパの国が欧州評議会に加盟している。2006年6月3日に独立を宣言したモンテネグロは欧州評議会への加盟を求めた。閣僚委員会は規定に従ってモンテネグロが加盟を申請申請したことを議員会議に伝えた。 これらを受けて、同月14日、閣僚委員会はセルビアが連合国家セルビア・モンテネグロの加盟資格を継承すると発表した。その後、モンテネグロは2007年5月11日に47番目の加盟国として欧州表記に加わった。ベラルーシ国民議会は1992年から1997年1月までは、 議員会議の特別参加者の資格を有していたが、1996年11月の憲法改定国民投票と議会補欠選挙について欧州評議会は非民主的であると判断し、またアレクサンドル・ルカシェンコ政権下において民主的な自由や表現の自由が制限されているとして議員会議の特別参加者資格を停止した。 国民投票による憲法改定が最低限の民主制の水準を尊重しておらず、権力分立や法の支配といった理念に違反しているとされたのである。なおベラルーシは1993年3月12日に正式な加盟を求めている。カザフスタンは1999年に議員会議の特別参加者資格の付与を求めた。議員会議では、 カザフスタンの領土の4%が、ウラル側の西側にあることから、同国が正式な加盟国になる資格を有している子を明らかにしている。ところが特別参加者資格が付与されるには、カザフスタンで民主主義や人権についての情勢が改善されなければならない。カザフスタンは2004年4月に議員会議との間で協力合意に署名した。 2010年3月15から16日には議員会議議長がカザフスタンを公式訪問し欧州評議会とカザフスタンは協力関係を強化するという決に至ったこの出来事は2008年にカザフスタン大統領ヌルスルタン・ナザルバイフが描いたヨーロッパへの道構想を勢いづかせるものとなったカナダ、日本、メキシコ、アメリカ合衆国バチカンは 欧州評議会において、オブザーバの資格を有しており、閣僚委員会などすべての政府間委員会に、参加することができる。これらの国々は、自主的に、欧州評議会の活動に対して、財政的に寄与している。カナダ、イスラエル、メキシコの議会は、議員会議において、オブザーバの資格を有しており、それぞれの議員団は、議員会議の本会議や委員会に参加することができる。 パレスチナ立法評議会の議員は中東に関する議員会議の議論に参加することが認められており、これと同様に北、キプロス・トルコ共和国のトルコ系キプロス人議員もキプロスに関する議論に参加すことが認められている。日本とアメリカ合衆国のオブザーバ資格については両国が死刑を存続させていることを理由に批判の対象となっている。議員会議は アメリカ合衆国と日本に対して死刑制度を廃止しなければ、オザわ資格を取り消すと働きかけている。また、ベラルーシに対しては、同国が死刑執行を一時停止することを明らかにすることを条件に特別参加者資格を回復することを採択している。欧州評議会は主に条約や協定を通じて機能している。条約や協定を起草することで加盟国間での 共通の法的基準が定められるのである。ところが、このような条約の中には、欧州評議会に加盟していない国の署名が認められているものもある。そのようなものの例として、サイバー犯罪条約、カナダ、日本、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国が署名、学位や取得単位の認定に関するリスボン認証協定、オーストラリア、ベラルーシ、カナダ、バチカン、イスラエル、 カザフスタン、キルギス、ニュージーランド、アメリカ合衆国が署名、アンチドーピング条約、オーストラリア、ベラルーシ、カナダ、チュニジアが署名、ヨーロッパの野生生物と自然生息地の保全に関する条約、ブルキナファソ、モロッコ、チュニジア、セネガルと欧州連合が署名などがある。また、ベネツヤ委員会、グレコ、欧州薬局法委員会、 南北センターなどの部分協定にも参加している非加盟国がある。案件ごとに欧州評議会関連の条約や協定への署名、批准が調整される国や主体には以下のようなものがある。欧州連合と欧州評議会との間での協力は強化されてきており、特に司法や人権に関する国際的な取り組みのほかに文化や教育などでも協力を深めている。 欧州連合は欧州人権条約への加入を目指している。また判例においても欧州人権条約との一致についても欧州連合司法裁判所が欧州人権裁判所の判断との間で競合することを回避するために欧州人権条約をすべての欧州連合加盟国の法体系の一部として扱っている。欧州人権条約の付属議定書14は欧州連合が 欧州人権条約に加入することを認める内容となっており、また欧州連合のリスボン条約では、欧州連合が欧州人権条約に加盟することを義務づける議定書が付属されている。これらが履行されれば、欧州連合は、その加盟国と同様に、人権関連法や外部からの監視対象となる。欧州評議会と欧州連合は、同じ価値観を基礎としており、 民主主義の用語、人権、基本的自由と法の支配の尊重という点で共通の目的を追求している。このような共通の目的のもとで欧州評議会と欧州連合は非常に緊密な協力関係を築いている。1989年以降に欧州評議会に加わった国との協力にとってこのような協力の意義のある手段が1993年以降の 数多くの協調行動の成果となっている。これら諸国は欧州連合との関係を深めていき、欧州連合への加盟を求めていった。このように能力を結合していくことで、欧州委員会と欧州評議会のそれぞれの活動の相互性が強化されていったのである。2001年4月、欧州委員会と欧州評議会は協力とパートナーシップに関する共同声明に署名し、 この声明の中ではとりわけ協調行動や優先順位の設定についてのより体系的な手段が盛り込まれている。ほとんどの協調行動は特定の国を対象としたものとなっている。その対象となっている国には、アルバニア1993年以降、ウクライナ1995年以降、ロシア連邦1996年、モルドバ、 1997年以降、グルジア、1999年以降、セルビア、モンテネグロ、アルメニア、アゼルバイジャン、いずれも2001年以降、トルコ、2001年以降、ボスニア・ヘルツェゴビナ、2003年以降、マケドニア級ユーゴスラビアがある。過去には、エストニア、ラトビア、リトアニアを対象としていたものもあった。また他国間による、 特定問題を対象とした協調行動もあり、例を挙げると、少数民族、組織犯罪、汚職との戦い、生物医学研究の審査のための独立した学際的な倫理委員会の展開といったものがある。この他にも、死刑廃止に関する意識向上、差別と不寛容と戦うためのヨーロッパ規模の会議の準備、欧州社会検証の促進のための行動、 ベネツィア委員会も関与した中央及び東、ヨーロッパで民主主義と憲法制度の強化といったものについても他国間での協調が実施された。2004年アンカラに欧州評議会プロジェクトオフィスが設置され欧州評議会と欧州連合がトルコ政府と協力した活動を実施している。協調行動は当事国の政府と協議した上で 欧州委員会と欧州評議会との間で合意された一連の活動で構成され法的、制度的改革を促進、支援するようなものとなっている。研修、専門家による報告、政府、会議、ワークショップ、セミナー、出版普及に対する助言は協調行動において一般的な手法となっている。中でも特に研修や助言という形で実施されているが、 この他にも物質的な支援というのも行われている事例があり、アルバニアの判事養成所や国家出版センターの設立といったことが行われている。欧州評議会は国際連合におけるオブザーバの地位を有しており、定例の総会では代表者を派遣している。また国際連合の地域会議を開いて、反差別や女性の権利について議論を行い、人権、マイノリティ、 移民、対テロリズムなどの分野において様々な次元で欧州連合と協力している。欧州評議会の非政府間国際機構会議は、非政府組織が参加することができ、政府間の専門家会議のオブザーバとして出席している。欧州評議会は1986年に国際非政府組織の法人確認証に関する欧州役を起草しており、この条約はヨーロッパにある 非政府組織の存在と活動に法的根拠を与える内容となっている。欧州人権条約の第11条では結社の自由についての権利を保護しており、これが非政府組織の規範となっている。1993年10月18日の閣僚委員会で採択された欧州評議会と非政府組織との関係についての決議38で、 非政府間国際機構会議の諮問資格について規定が帯びされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。